水素チャンネルニュース第14回2019年2月2日号お聞きいただきましてありがとうございます。この番組は水素エネルギーに関するニュースをお伝えするラジオ番組です。キャスターの新浜メチスです。今回はおよそ2019年1月26日から2月2日までのニュース記事12本です。 では、スタートです。記事ナンバー1、1月28日の EE Times Japan。ネドラ、赤色透明の酸素生成光電極を開発。引用。開発した酸素生成光電極と水素生成光電極を組み合わせた水分解用タンデムセルでは、太陽光エネルギー変換効率5.5%を達成した。 次の日本の記事は、同じニュースです。記事ナンバー2、1月31日の環境ビジネス。水素急増合金で上圧輸送。新しい水素サプライチェーン、北海道で実証スタート。記事ナンバー3、1月31日の北海道新聞。水素。室蘭で、地産地消。市などが実証事業。次のニュースです。 記事ナンバー4、2月1日の河北新報。FCV 復興五輪へ、福島産水素で加速。都内で PR 走行。記事ナンバー5、1月31日の環境ビジネス。アルミニウム加工時の複製水素を回収する技術。など、愛知県研究成果発表会。 記事ナンバー6、1月30日の環境ビジネス。水素を普通に燃焼させるより熱エネルギーを得られる新技術。三菱地所が出資。ニュースの途中ですが、2月2日は、夫婦の日。ということで、反応と夫婦愛が見れるウォンバットテレビは最高すぎます。ニュースを続けます。 次の日本の記事は、同じニュースです。記事ナンバー7、1月17日の KBS ワールドラジオ。文大統領、水素経済活性化ロードマップを発表。韓国、記事ナンバー8、1月25日の東洋経済日報。総合、水素燃料電池車、2040年までに620万台生産。 韓国、次のニュースです。記事ナンバー9、1月28日の福島民報水素で走る車、岩きの取り組み期待、1月28日。記事ナンバー10、1月29日の宮崎日日新聞社。水素の地産地消、推進、本県山岳館組織が発足、宮崎県。 記事ナンバー11、一月29日の日本経済新聞。高熱利用で水素製造、150時間連続で運転。原子力機構。記事ナンバー12、一月28日の環境ビジネス。水素エンジンの常用ドローン。関西の中小企業が集結して開発スタート。ハイドローン、プロジェクト。 ニュースは以上です。今回お届けしました記事へのリンクは動画の説明欄をご覧ください。最新ニュースへのアクセスと2000年からの過去ニュースの検索はウェブサイト水素チャンネルへ。アドレスは http://t, a, k, a, g, i 数字の1 .net スラッシュ h2 高ぎッちネットスラッシュ H2 です。次回は2月9日土曜日の予定です。またお会いしましょう。お相手は新浜メチスでした。バイバイ。